はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は真夏のプリンスガチャを10連のみ引いていきたいと思います。まあ、こちらね、国樹くんと星空星光くん両方ともね覚醒対象キャラになりまして、まあ、多分それでピックアップされてるということになります。で、10連目でね、もういきなり PSR1 枚確定の、さらにホープくんのね PSR1 枚おまけとしてくれるということになってますので、まあ、10連引いてね PSR が2枚入るんだったら、引いておいてもいいでしょうということで、ちなみにホープくんね PSR 持ってないんで、まあ、一応それ目的でもあります。で、40連目までいきますとね、国樹くんか星空星光くん、どちらか PSR がね1枚手に入るんですけれども、ちょっとそこまで引いてる余裕はありませんので、今回は10連だけ引いていきたいと思います。まあ、じゃあ早速ね10連のみで、終わっちゃいますけれども、ほい。まあ、ここら辺はね確定演出なんで、まあ、ホープくんもね覚醒させれば3枚も入ってんだけどどういうこと。あ、星空星光くんか。まあまあまあ、あの初物なんで悪くはないですね。 SR プラゴも残ってるんで、なごみちゃん、さてもう1枚葵ちゃん。そう、葵ちゃんちなみにね野球マン1号に使っちゃったから、そもそもの SR 今ないんすよね、という感じです。これこっから潜在能力も、あ、見れるね。得意練習率アップが 20% まで伸びて、精神ボーナスがついてますね。で、得意練習率アップがありますので、エビルでは結構使いやすいと思います。まあ、2種類練習持ちではないんですけれども、確か通常でも得意練習率アップがついてたと思うんで、まあ、ちょっとそこら辺も含めて星空星光くんと国樹くん、見ていきますか。で、おまけホープくん。で、国樹くん自体はもう解放させてあります。解放というか覚醒してあります。一応イベキャラボックスで見てみますか。でね、先駆け組んでねだいぶ使っちゃったんで、一応ミート上限は2、レベル8ですね。多分ねレベル6でミート上限アップは2になります。あの5からね一気に3上がって8になったんで、で10になると多分上限3ですね。だから1から5までがミート上限アップ1で、6、7、8、9が2で、10が3という形になると思います。で、あともう一つはスペシャルタックボーナスですね。これは 20% まで伸びます。ちょっときらめきの関係上 12% で止まってますというところです。で、あとは星空星光くん、まあ、これもねさっき見ましたけれども、得意練習率アップ15がついてて、まあ、50になるとね練習効果アップ30がつきますので、かなり使いやすいキャラではあると思います。技術がね稼げるのがいいですね。で、さらに精神ボーナスがついてて、まあ、キャッチャー作ろうとするとやっぱりね球界の頭脳とかはどうしても欲しいんで、星空星光くん割と出番はあるような、気はします。で、あとホープくん、ホープくんは引っ張り出してこないといけないのか。はい、じゃあちょっとホープくんをね引っ張り出してきましたので、ちょっと見てみましょう。まあ、変化球練習でね通常の、テーブルだけ見ると、まあ、一応試合経験点ボーナスはついていますけれども、タックがね80だけで、50になるとでも変化球6つくのか。で、 SR で使おうとするとちょっと火力不足というところは、否めないんですけれども、まあ、50にして変化球ボーナス6をつけて、でタックが30まで伸びてやる気効果がね 75% まで、伸びますので、一応この2つつければ、そこそこの火力は出るものと思います。まあ、何よりねロゼルージュを覚えることができますので、まあ、ロゼ要因に、使っていけるキャラであると思います。まあ、そんなところですかね。なので、まあ、次回はねちょっと国樹くんミート上限アップを入れてエビル高校のサクセスをやっていきたいと思います。ただね、まあ、何回かはねもうすでにやったんですけど、精神がマジで足りない、精神がほんと枯渇するんですよね。あの3点突破を狙おうとすると精神が足りなくて補給上限がねちょっと狙えないんですよね。だからここの精神問題をちょっとどうやっていこうかっていうのが今悩みの種になってます。
まあそんなわけで、今回はまあちょっとガチャのね10連だけになりますので、短い動画にはなりますけれども、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。